はい、喫煙動画、ユッキーの喫煙動画始めていきまーす。今回は、またちょっと久々に買ったんですけどね。エコー。こちら、はい。エコーです。タールが、15mm のニコチンが 1.0 となっております。で、値段が、まあ、安タバコと言われてまして、310円となっております。それでは吸っていきましょう。こちらの、特徴は、まあ、ゴールデンバットと一緒で、まあ、短いサイズ。まあ、いわゆるレギュラーサイズのタバコということになっております。うん。先ほど若葉吸った後なんですけど、全然マイルドっすね。うん。いかに若葉が、辛い。タバコが知らしめるね、これはね。実によくわかる。軽快な吸い心地の中に、タバコ本来のコクのある旨味を楽しめる喫味。となっております。うん。うん。マイルド。ああ。エコーってタバコ、ちょっとウィキペディア見ましょう。最近変わったんだよね。最近というかね、2001年前ぐらいに。旧産休品と呼ばれた製品の一つで、ゴールデンバットと新生が2016年にフィルター付きに切り替わるまで、バイオレット、と並んで日本で最も安価なフィルター付き銘柄だった。はあ。バイオレットめっちゃ安かったんだな、やっぱな。あ、でも多分タール紙とかは変わってないですね。おそらく。その安価さから、タバコの増税値上げが相次ぐ近年、売り上げが急、伸びており、2010年10月のタバコ税増税以降は顕著であると。うん、うん、うん。2010年度に19位。売上19位。2011年度には8位。にまで躍り出ていると。すごいですね。2010年に19位だったのが、2011年、1年後には8位になってるわけですから。全体シェアの 1.8% と。すごいですね。うん。うん。マイルドで、美味しいっすね。あ、美味しい。マイルドでありながらもしっかり、タバコの、うん。タバコの味で、がするんで。うん、うん、うん。これ美味しいっすね。久々に吸ったけど、うめえな。うん。多分、ゴールデンバットとかはね、タール値が変わったんですけれど、エコーって変わったんだっけ？エコーって変わったんだったかな。あ、変わってます。変わってんのか。あ、やっぱり、バイオレットはまだ売ってるようですね。ウルマも売ってるみたいです。もうこれは沖縄県民、あれですね。歓喜ですね。まだ売ってるんですね。ちなみに、ウルマが320円で、バイオレットが310円となっております。バイオレットの方が10円安いだと。バカな。うん。前は、このエコーが、フィルムパックされてなかったんですよね。
フィルムで放送されてなかったですよね。うん。美味しい。ゴールデンバットは、タール値が変更になっておりますが、エコーは、タール値は変更になっていないようです。うんうん。あ、タール値が変更になったのはあれか、ゴールデンバットと申請だけか。よくよく考えると、申請って見ねえな。昔から見なかったけど、申請ってほとんどどこにも売ってねえよな。このエコーも俺どこで買ったかもわかんない。コンビニで売ってたんかな？あ、コンビニで売ってたんか。エコーはまだコンビニで見るんですよね。ただ申請がね、まるっきり見なくなった。で、ゴールデンバットも売ってるんですよ。うん。申請がはっきり言って、ほぼ絶滅危惧種になってるね。まあ、昔からそうだったけどね。申請はもともと売ってなかったわ。うん。ゴールデンバットが売ってないもんね。多分、一番、ね、安タバコの中だと一番見ないよね。うん。まあ、ゴールデンバットは安いんで、その安さから結構仕入れるに、ね、販売店が、コンビニとかが増えたんでしょうけどね。うんうん。うん。まあ、感覚としては若葉のマイルド版みたいな感じっすね。香りとかも、まあ、酸味はそこそこあるし、そうですね、うん。若葉が辛くて非常に、やっぱり吸いにくいんでね、うん。おまけにきついしな。よし。ということで、こちら、四つ星です。それではご視聴ありがとうございました。